ないですよ。え？百葉箱空っぽです。マジで？ウケるね。夜のお散歩かな。ぶん殴りますよ。それ、取り戻すまで帰ってきちゃダメだから。今度マジで殴ろう。いやー、ボロボロだね。2年のみんなに見せやーっと。ちちちこれを菊水庵菊福。仙台名物超うまい。僕のおすすめはずんだ生クリーム味。この人土産買ってから来やがった。人が死にかけてる時に。生徒の前なんでね、カッコつけさせてもらうよ。でも死なせたくありません。市場？市場です。なんとかしてください。かわいい生徒の頼みだ。任せなさい。隣かよ。お、伏黒、今度こそ元気そうだな。空室なんていくらでもあったでしょ。だって賑やかな方がいいでしょ。よかれと思って。授業と任務で十分です。ありがた迷惑。おお、ちゃんとしてる。だから迷惑だっつーの。東京東京東京ミラブ東京。僕は希望があればいろいろいじってもらえるからね。え、俺そんな希望出してねえけど。そりゃ僕が勝手にカスタム頼んだんだもん。ま、いっか。気をつけろ、五条先生こういうところあるぞ。がなくて拗ねてんの。ぷぷ、子供。気安く触らないでもらえるかしらん。泥棒猫ちゃんたち、めぐみちゃんはこれから私と一緒にバイオリンのお稽古なのよ。帰るわよ、めぐみちゃん。今日こそキラキラ星をマスターしてもらうわん。行ってください。駅はここまっすぐです。ありがとうございます。ん？で、マジでなんすか。恥ずかしいんでやめてもらえます。説明。カツの怪しい男が言ってた。君のお父さんさ、善院っていういいとこの呪術師の家系なんだけど、って君を作ったってわけ。めぐみくんはさ、君のお父さんが善院家に対して取っておいた最高のカードだったんだよ。ムカつくでしょ。俺は善院家とやらに売られたらしい。ああ、ムカつくよ。え？あんたのそのデリカシーのなさが特に。しかもそのムカつく男が全員家の剣を帳消しにして、俺が将来呪術師として働くことを担保に、俺たち二人の高専からの金銭的援助を通してくれた。死んで勝つと、死んでも勝つわ。全然違うよ、めぐみ。本気でやれ。もっと欲張れ。